とうとうこの時が来てしまったのですね。人間を滅ぼす時が。こいつは魔族の王子だ。大抵には人間の女との間に一人の子供がいた。お前、魔族の王子って。あれは心を持たぬ化け物です。さあ呪うがいい。己の不幸は人間らしく振る舞わなければこの世界では生きていけないのです。つまり僕たちは殺されるんだ。お前が進もうとしているのは険しい道じゃ。本当に覚悟はできておるか。愚かな罪人よ、戦いは避けられぬ定めです。それで新しい魔界に行ってもっともっと強くなるんだ。ドラゴンクエストモンスターズシリーズ最新作、ドラゴンクエストモンスターズ3魔族の王子とエルフの旅、2023年魔界の旅が始まる。